こんにちは、ヤスです。こんにちは、マキシです。今日は、ドイツ人のマキシに、来てもらって、一緒に動画を撮っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます、来ていただいて。まあ、主にドイツ語教育とか、まあ、どんな風に語学を勉強する動画を、うん、まあ、300本くらい出してて、すごい300本そうそう、で、まあ、YouTube はしてます。あ、ぜひマキシの、YouTube チャンネルもチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、で、まあ、今、聞いての通り日本語がペラペラで、でそれに加えて英語ももうペラペラなんですけど、どんな風に、英語と日本語を勉強したんですか？日本語は、うん、中学生の時に村上春樹の本を、まあ、当時ドイツ語の翻訳で読んでて、あ、で、まあ、ドイツの本屋さん、一般の本屋さんに行くと基本、うん、アメリカの小説がドイツ語に翻訳されたり、うんうんうん、あるいは、まあ、ドイツの小説はあったりするんですけど、うん、まあ、こういうなんかこう日本の本がすごいなんか雰囲気が違う。へ、そう、そこにすごいなんかあとこう漢字の見た目がすごいかっこいいなと思ってへ、だからできるだけ一番難しそうな言語を勉強したくなってやってみました。すごいチャレンジが好きな性格なんですかね。いや、中学生の時に高校で留学したくて、あ、で、こうできるだけ親から離れて一番遠いところこうなんか世の中があって一番この真ん中のところ、あで、アメリカよりみんなアメリカに行くので、どうせ学校で英語を勉強してて英語は真面目にやればなんとかなるんだろうと思ってて自信ついたけど、うん、でも日本に行かない限り日本語は多分勉強ならないのかなと思って、日本語を勉強することにしました。やっぱり英語よりも日本語の方が難しいですか？ね、言語学の面から見て、うん、かなりその英語と日本語が離れてます、うん、だから日本人の方に無理して英語を勉強するより学校で韓国語を習った方が全然いいんですよ、うん、韓国語の方が多分みんな早く話せるようになると思うんだけれども、うん、英語と日本語がかなり離れてて、うん、だから逆って言えば私ドイツ語と英語がすごい似てるので英語を話せる人が多いんで、あ、確かにドイツ人って、うん、英語を喋れる人がすごく多いイメージ。そうそうそう、もうおばあちゃんとかおじいちゃんでも、うん、こう道案内ぐらいはみんなできたりしてて、うん、でも、まあ、言語の中から見るとオランダ語は、うん、もっと近いんで、うん、オランダの方が若干にみんな上手なんだよね。へえ、なるほどなるほど。じゃあ英語の勉強ってのは他のドイツ人と同じような感じで学校で勉強して、うん、っていう感じですか？それプラス何か早稲田の大学には英語入学で入ってて、で当時は日本語能力試験2級しか持ってなくて、1級じゃないと大学院に進学できなくて、じゃあトイック受けてみようと思ってトイックの点数で早稲田の大学院に入って、でそこのクラスがもう全部英語で、でこう週1になんか300ページぐらいなんかこう論文読まされ、レポート書かされ、早稲田の大学院でだいぶ英語も上手くなったかなと思って。なるほど。だから時期的には英語よりもむしろ日本語できた時期もあったし、今はどっちも、だから英語の方が若干ドイツ語と似てて、本を読むなりレポート書くのは日本語よりいいかもしれないけど、じゃあ日本語はドイツにいる時にある程度勉強して、ある程度ってほどでもないんですよね。ギリギリかひらがなが読めてもうカタカナがもう苦労したぐらいで、こう14歳から日本語を勉強してて、で当時は本当に土曜日ちょっとみたいな感じで趣味でやってたけれども、日本に行ってからいろいろ、当時は本当に大丈夫って聞かれても聞き取れなくて。いつ日本に来たんですか？16歳の時埼玉こう制服着て、こう日本人しかいない学校の中に私で最初は全く聞き取れなくて、最初制服着ることって、ドイツって制服ってありますか？ないです。戦争の後からもうすごいドイツ人が制服着るともう周りの国が心配し始めるので、なるほど、
まあ、今でも制服はないんですけど、まあ、楽ですよね。あ、私は、まあ、楽で好きでした、うん、毎日あの服を選ぶ必要がないから、うん、あ、そう、あとこうなぜかそのうちの制服は前の留学生の制服でスカートがこう何もしないのに短かったりして、その普通に楽しかった。楽しかった。ただあのスイスの留学生の友達がいて、はい、彼女はいつも学校、うん、電車で通ってたんだよね。で金髪で電車で制服だとかなり毎日見られてて嫌な気持ちになってスイスに帰っちゃった。でも私はあの電車があんまりにも不便すぎて毎日チャリだったんで、なるほど、そんなことを一切経験してなくて、でも彼女も本当気持ちが暗くなって帰っちゃった。困りました。確かに日本って外国人の数って多分他の国よりか少ないから、こう珍しいと思われて、こう、なんていうかジロジロ見られたりとかすることも多そうですね。どうですか？何なんだろう、その学校の中はあんまりなんか意識してなくて、ていうか普通にその文化祭があって、文化祭の後は普通にみんなとお弁当食べるようになって、まあ、仲間の気取り、全くこう日本語できてなくてももうなんとなくこうみんなにこう犬みたいについてきていつの間にか、あの一番最初聞き取った授業が英語の授業でした。あ、で先生が日本語でここまでずっとなんか書いて、ずっとなんか英語でなんかここに書いてて、あ、もしかして今これについて話して、でこっちからしたら英語は分かるけど日本語は分からなくて、でそれで、あとこう外で料理する授業とか、そう体育の授業とか、まあ、そういう、じゃあそういうので徐々に日本語を、できるようになっていったまあ、歴史の授業は最後まで寝てました。で、あとはもう部活熱心でやって、まあ、日本語の、漢字を書いたりとかもできるんですか？1年高校の時に留学しても漢字だけは全然読めるようにならなくて、すごいそれ悔しかったんだよね。もともと勉強好きな人なんで。ただドイツに帰って、であのドイツの大学でもまあ日本語を専門にしてやってて、でそこからだんだん、あとその最初の1年はこう聞き取ったり話したりすることはできたけれども文法とか全然できてなくて、だからそこは大学に入ってから、じゃあ大学でその後大学院を日本で入学した。そう、大学はドイツの大学行って、でそこで奨学金1回忘れて、でまた帰って、でドイツの大学院に行くよりも、あの通訳者になりたかったん で通訳ってドイツで日本語できる通訳より日本に通訳の余裕がこうあるかなと思ってね、こう、ただあの、まあ、日本の大学院に行った方が、まあ、仕事的にはいいかなと思って、でそこで、また東京に来て、で、あとその早稲田の大学院で勉強して、日本で就職した、ね、そう、日本で就職したんだよね。あのその早稲田の大学院の時は当時でこうドイツ語を教えたり通訳翻訳してて、それなりに忙しくしてたんだけど、ビザが締め切りがあって、もう学生ビザじゃないと、でそれを普通のビザに引き換えるためにちゃんとした企業じゃないか、あるいは起業するしかなかったん で当時はじゃあ日本の会社一回働いてみようと思って、で、あの港区にあるあのベンチャー企業で2年ぐらい仕事をしました。ちなみにその日本での仕事は大変でした？大変でした。大変でした。だけれども、まあそれはそれで、まあいい経験はなったんじゃないかなと思って。それはずっと日本語で仕事をしてたんですか？あのその会社、太陽光発電の業界はあのエンジニアを外から取ってて、で、あの日本人が英語できない、エンジニアがこう日本語できないまま、自分がこう時々通訳したりはしてたんだけど、まあ、基本あの開発チームの仕事はもう全部日本語でやってました。へー。みんながこう急に社長が人材採用したら人事の子がこう汗出してこっちに来て、なんかその通訳する場合はどっちも使ってる、基本日本語ですね。なるほどなるほど。だからなんかすごい弱点に感じた自分が、こう、何なんだろう、日本語で仕事するっていうのはまあ大変なことなんだろうな。日本人と同じ成果は出せないんで。ああ、まあ、うん、当然外国人からしたらまあ難しいですよね。なるほど。で、今後はあの独立して自分のビジネスをやっていきたいっ
って思ってるんですかね。それなんかもともと早稲田の時からもドイツ語を教えたりしてて、はい、でこうなんかせっかく日本に来てもドイツ語とかドイツと全く関わりがないのが寂しいなと思ったことと、うん、あとドイツに帰ってもやっぱ何も残らない会社にやると、うん、だから自分で何かやりたいなと思ってで、うん、YouTube を作りながら気がついたのは、うん、あなんかあいいかなみたいな、その YouTube を使ってその後まあドイツ語のまあオンラインのレッスンをするなりイベントを作るなり、うん、であとまあ翻訳と通訳の仕事をした方がまあ、うん、こう自分がこう日本にいる外国人の価値がそっちの方があるのかなと思って、うん、あ確かに、うん、まあ、今回、マクシーにいろんな話を聞きました。この話の続きを、次の動画でしたいと思います、はい、バイバイ。